緊張しますね。緊張しますね、なんか、ね、いつも画面越しで見てるのがあのこうやって生で会えると、そうですね、なんか緊張しますし嬉しいしね、なんとも言えん気持ちですよね。ですよね、なんか動画解放軍の自平さんこと寺平さんです。あ、寺平です。自平、寺平って下噛みそうな名前ですけど、いつもは自平と自分でも呼んでます。今日は大成商事さんの事務所に遊びに来ました。でも私こういう風に会うといつもなんかインタビュー形式みたいな感じで、はい、まずどうして YouTube みたいな動画投稿を始めたのかとか、そういうこと聞いてるんですよ。最初はですから、物件の紹介で全然声も自分も出やんと映してたんですけど、ね、はい、でもやっぱりその自分も出たくなってきてみんな出てますからね。そうですね。でちょうど去年の大晦日ですね、いつも夜犬の散歩しながらスマホで YouTube 見ながら行ってるんですけどね、その時にジェット大輔さんの動画見ました。でももしやりたいんやったらもうやった方がいいですよっていうようなメッセージだったんでね、それでもやろうってことで。あ、そして今日こういうの作ってくれてありがとうございます。はい、なんか嬉しいですね、こういうのがあると。あ、ですか。自分のカメラの方映ってないからちょっと映してあげます。あ、こういうの作ってくれました。なんか非常に嬉しいですね、自閉の動画解放軍、僕のロゴ入りで。ネット上で心ないコメントとかたまに来ますやんか。ありますね。あれやっぱりすごく傷つきますね。あれ傷つきます。自分も傷つくんですけど、あれが本心なのかなって思うんですよね。ある程度普通のこのリアルな付き合いですと、はい、いきなり通りかかってる人にバーカーって言わないじゃないですか、だからネット上だともう通りかかってる人とか一元さん見てバーカーとかって言うんですけど、それがそう、実生活でも本当にやってるのか、ネットという隠れ蓑があるから、自分の個性が見えないところがあるからやってるのかってところが見えないんですよね。そうそう、話変わりますけど、はい、ラチ親父さん見ました？あー、見てないですね。見てない。ちょうどその時バタバタしてて後で見ようかなってラチ親父さんめちゃくちゃおもろいです。わけわかんない。これどういう意味なんですか、ね、味噌ラーメンなんかあったんですか。なんまあ親父ギャグだから味噌ラーメン。ナレレさん知らん。あ、そうそう、ナレレさん知らんと、もう全然全然面白くないんですよね。なかなか周りの YouTuber と交流のない私ですけど、今回は亀滝さんのところにお世話になりました。なんかいろいろ面白い話が来て、不動産業界のこととか、まあ私の業界とは離れた内容、そういうことが話せれて面白かったです。あとまあこういうもの、今まで上滝さんの動画の中だけでしか見てなかったこういうグッズ、怪しげなグッズって言ったら失礼ですかね、そういうものが見れて面白かったですね。あ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ私のチャンネル登録してくださいです。他にも Facebook、Twitter、Google+、ブログ、いろいろなものやってます。どんどん登録してください。